今日は非常に良いお天気に恵まれまして、うどん祭が盛大に行われますこと、まずもって、お喜びをいたす次第で、ございます。さて、私たちは島根県は益田市と申すときから来ております。益田市民族無形文化財指定の種神楽保存会と申すわけでございます。益田と申しますと島根県でも山口県に近い、ところでございまして、萩岩見空港のある場所でございます。非常に、川のきれいな日本でも水質日本一と言われる高津川が流れておりまして、万葉の歌人であります柿の本人麻呂の誕生の地、そして画商摂取の終焉の地として非常に、益田は古くから栄えた。中世の頃はものすごく賑やかな栄えた町でございます。そうした、益田のこの芸能と申しますと、なんと申しましてもこの石見神楽、島根県に来ましてもこの石見神楽はすごい人気でございまして、今非常に全国的にこの石見神楽が非常に有名になってまいりました。大阪でも来月頃からなにわだと言いまして、石見神楽専属のまあ、いわば劇場みたいなのもできてまいりました。そうした非常に今から神楽がね盛んになると思います。まあ、そうして、我々こうして、松尾神社には約40年ちょっとぐらいはね、毎年この2月の3日に来ておるわけでございます。こうして、石見神楽がこの松尾神社で、皆さん見られるということは非常に幸せじゃないかなと思っています。我々もこうして来られるということは非常に、楽しみであり幸せでございます。今日は午前中は石見神楽一辺倒でございまして、いろんな演目がございます。先ほど行いましたのは清めの神楽でございまして、鈴神楽というわけでございます。そして、この後参りますのが皆様ご存知この北野天満宮ね、の菅原道真の言われの神楽でございます。そしてその後じんじんといろいろと演目もね、皆様にぜひ見ていただこうというふうな演目をね揃えてきております。どうか午前中はこうした石見神楽一辺倒、そして昼からは豆まきと同時に、鬼のお舞をご覧に入れるというふうな予定になっております。どうか今日一日、のお付き合いをよろしくお願いを申し上げます。それでは天神をお送りいたします。
りとて夏は連れなかるらん。あれ
菅宮村か佐田君か時平が大臣にては泣きや泣きや。いよいよ俺は全くさようなものにはあらずして、右大臣を罪に落とし大道成就したれども、位は元の左大臣今あるよに裏にあっての富士屋さん、船の煙も絶え止まず今こそ本社あらー